こんにちは、マリです。はい、マイケルです。丹羽さんのドリームツアーイン豊島、今日は第2話、プリズムベイトとか水深30メーター以深とか、経験したことのないすごい世界のお話とかね、いろいろ教えてもらいました。今ロットをどういうのを買おうかなって考えている方の選択基準、私はすごい分かりやすくてよかったな。そうですね。あ、そうそうそう、最後ね、すっごい面白いからぜひ見てください。マジ面白いから、やばいよ、やばいよね。それでは VTR どうぞ。これ見て、そう、ステラおばさん、これステラおばさんなんですか。甘めですね。まあ、テルズワークスで、まあ、供給していただいてる。プリズムフェイトでも、つるんとしたやつと、シャイニー仕上げとかあるじゃないですか。要は、表面がこう、オラン反射して、こう、ちょっとキラキラする。ああ、ここ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 、そう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 。あれは、これは裏話ですけど、作ってった時に、たまたま最初プロとか来た時に、え、何これって思って。あ、そうだったんですか。うん、うん、狙ったんじゃなくて、偶然の産物だった。これいいじゃんって。あれ、これめちゃくちゃいい反射しとるやん。あ、そうだったんですか。うん、透過したら透けるし、正反射したらこうパッとシルエットが出るし、あ、これやばいなって思って。どうやってやったんですかって、いやいやいやみたいな感じで、いやいや、もうこれいらないですよとかって。あ、あえてだったんですね。うん、で、そのまま残したんですよ。あ、そうですか。で、これはやばい。のクリアっていうと、やっぱどうしてもによって、あ、そうやって選ぶんだ。う、うん、まあ大根が白いのと結構似てますけど。なぜ白いかって言ったらチコちゃんレベルがあるんですけど、白いものってそういう傾向がありますね。そういうこと、そういうこと。もう、もうね、ここほとんど売れ物すぎて、これ合わせるとこないですよ。ないね。もうピーだけ入れてます。もうなんかピーピーピー。自分が自分でなければならないとか、この自己肯定が強すぎる時期ってやっぱどうしてもあるんですよね。俺だから釣れるみたいな。かっこいい。かっこいい。そうでもよくって、そういうリミットが外れた時に、なんか殺気が減るんでしょうね、多分ね。魚柄の応答も素直です。やっぱね、そういうところが邪魔するんでしょうね、おそらくね。そういう時って、ね、そういう躍起になってやってる時って、なんか釣れても釣れなくても見入りが少ないような気がして。確かにそうですわ。で、生きてる時ほど道具にお金かけがちなんですよ。ものすごいいいものを使って使いこなそうっていう意識が働くんですよ。でも生きてる時は実は所作がめっちゃ雑で、雑になりがちなんですよ、意外に。余裕がないんだよ。うん、なんかそういうお金かけてギア揃えたらなんか釣れるっていう感じがするじゃないですか。いや違うんですよ、あれ実はね。生きてる時ほど低弾性のロット、まあそうなんで言ったら、まあ、SS あたりが意外に釣れやすい。なんかね、カッコつけがちなんですよ、ルアーって。そうですね、餌とは違って、自分のこの誘いだとかこうやってることで魚が釣れたって思い込みがちになるんです。ちょっときらめきがちな感じになるんです。違う、めっちゃくちゃ違うんですそれ。へぇー、うわーってなってる時ほどロッドの弾性は低い方がいいし、変な話、ちょっと伸びるラインぐらいの方がかっていうのをものすごく気持ちよく感じるんですけど、ちゃいますか。
それは道具が生きてる部分を和らげてくれてるだけで、そういう時期にとてつもなくね、高弾性のノット、まあ変な話、リミテッドみたいなね、竿を使ってやると、俺いい道具使ってるのに全然釣れねえ。やばい現象に陥るんですよ。生死を問うお金は意外に超過につながるっていう。だ僕もそれを経験してきたからなんか言える話で、生きる時期を過ぎると例えば XR だとか XJ だとかリミテッドの良さっていうのは如実に感じれる。で合わせるラインとか針とかも含めてちょっと深掘りできる思想に変わりますわ、うん、だけどとにかく生きらないかんのさ、最初はね、生きてもガン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 やる時期を超えなきゃ、超えて、下手こいて、次に行かなきゃ、これすっ飛ばして、そこにはいけないんですね。基本的にはいけないんですよ。人間の成長もそうだよね。途中でこうね、挫折しないとダメなんです。父ちゃんのパンツと一緒に洗って欲しくないって言うじゃん。あー、中学生。そう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 。女子がね、女子何の話やね、嫌われたご経験があるんですか。このステラでも見ますか。あ、そうですよ、あのだってステラおばさん、これ見て、そう、ステラおばさん、これステラおばさんなんですか。甘めですね。これあれなんですよ、夢屋のスプール、これもそうですか、うん、ステラの線の SSPG に夢屋のスプール、ちょっと D 社の雰囲気を醸し出すようになりましたけど、これあの要は僕の場合はそのアジングってライトゲームじゃないですか、うん、ライトゲームに対してそのステラの良さだとかバンキッシュの良さだとかは最大公約数的には伝えれますけど、そっから先じゃあ このステラを使います、バンキッシュを使って対ギガ40センチ50センチのアジを本気で狙いに行った時に必要になる道具っていうのはそんなにちゃんと語れてないんですよ。まあ尺まではこうだよねっていう最大公約数のお話しかやってきてない。だけどその夢屋のスプールをこうインストールしたっていうのはできたっていう、まあ、待ち望んでたんですけど僕自身がね。要はハイレスポンスドラグの性能って一長一短あるんですけど、僕はものすごく肯定的に受け止めてて、耐久性にはすごく優れてるんですけど、ドラグの出方がギュッうーんっていう出方なんですよ。一瞬止まるんですよ。その時に大概口切れとラインブレイクは出るんですけど、ちょっとステラ、そういや大物用みたいな、そう大物用なんですよ。基本的にドラグ自身の耐久性を上げないと、まあ大物にはフィックスしないんですよ。だけど僕らそんな必要ないです、必要ないですね、うん、むしろラインがこうスムーズにシューッと出る方がやりよい、うん、ただまあ時と場合にもよるんですよね、うん、だからデュラクロスがいい場合もあるし、やっぱハイレスポンスドラグがいい場合もある、うん、ケースバイケースではあるんですけど、うん、おおよそ6割ぐらいは、まあ、ハイレスポンスドラグの方が適してる。でハイプレッシャーフィールドとか行くとラインのそのチョイスとかも02とか03とかになるじゃないですか、はいはいはい、感度を犠牲にしてでも軽いものを遠くに飛ばしたいっていう環境があるんで、そうなってくるとデュラクロスの能力っていうのが逆に邪魔になってくる。へー、むしろシューッと出る方が口切れも少ないし、で特に20センチ界隈のアジっていうのが口使わすのはやっぱ難しいんです。好奇心旺盛なくせにこうバイトが実はすごく繊細でじゃれつくバイトが多いんです。アジってやっぱ口切れしやがるんですよ。でそれをいなしつつ取り込まなきゃならないんで、特に大きい魚の場合
バチコンこういい場所にかかるっていうのはそうそう多くないんですよ。あ、そうなんですか。5、6割ぐらいかな。大きい方がそういうのってバチってかかるのかと思ってました。で大概ね、あのセカンドランぐらいでやられます。いなす、いなすという場面と、いなす、あの取り込むためにこう、うん、強引なファイトをするっていうのは両立しないといけないんですよ、うん、で、ハイレスポンスドラッグはその調整域、うん、美味しいところの調整域がすごく広すぎて、こうちょっと回したかったって、その出ていく放出量です、あの調整しにくいんですよ。どんどんあ、こんなに回してもまだ出ていくわみたいな感じになる、なりがちなんですよ。でピーキーな部分ちょっと自分で探すんですけど、それね意外にね指ドラッグで解決できる。ハイレスポンスドラッグのいいところってそういうところです。自分の好みの領域を僕の場合は出せる。だけど道具一つで完了させると悪い面もやっぱどうしても見えてしまう。さっき言ったようにね、ちょっとピーキーになるところを探さなきゃならないから、で一回緩めてしまうともうどこに美味しかったポイントがあるのかわからない。でハイレスポンスドラッグの場合はここだけで完結しないです。ランがかかった時にしかわからないです。本当に走られた時に締め込みたいじゃないですか、その領域がハイレスポンスドラッグの場合は広すぎる。下手したら2周せないかみたいな感じになるんです。だけど僕も釣り人でちょっとわがままな部分を持ち合わせてるんで、ちょっとやっぱピーキーなものっていうのはやっぱ求めがちですね、この僕が貼った数字0.5 号っていうのがね、はい、対ギガを釣る上でものすごい重要な役割を果たすんです。ジリングって細い糸でね、軽いものを遠くに なるべく飛ばして潮になじまして釣りましょうって言ってるけど、ギガなんてそんな悠長なこと言ってらんないですよタイミングの釣りなん でワンチャンを逃したくないですね。でワンチャンって何なのって紐とかなくちゃいけない。ありとあらゆる要素が入ってるんですけど、一番重要なのは抜けに対する感度、抜け感度、手元には絶対感じれないんだけど、ラインを太くすることによってたるんでても重さの変化がつかみやすいんですよ。太い糸の方が、太い方が、うん、細い糸の方が伸びるんですよ。ラインが伸びるんですよ。伸びるんですよ。だから太号数の方が感度には優れてる。だから 0.5 というものを使おう。あとね、飛ばすでしょ、はい、飛ばした時に水圧がかかるから、その水圧に耐えれる号数じゃないとダメです。え、水圧って何ですか？何にも抵抗がない。例えばここが広い、正直な真空だったらここのこと考えなくていいんですよ、魚の推進力だけ考えれば、40センチあっても1キロ、まあ、とこ2キロの作用が働いているんですよね。なら意図的には別に 0.5 なんかやるんじゃねえか、うん、違う。魚のダッシュとここに対する抵抗は全然違うんです。ましてや竿の弾性で反発力が働いた時にここにかかる力なんていうのはとんでもない力がかかるんです。ここだけの結び目だけの問題じゃない。水中の抵抗があるんです。その水中の抵抗があるからブレイクするんです。へー、だから太号数がいい。その極力水中抵抗をなくして、ダイレクト感を求めよう、軽いリグのなじませ方をより進化させよう、まあ、そういうのもありですよ。ありだけど、まあでも通ったからわかるんで、僕自身も
あ、そういうの使われてました。そうそうそう、01とかは使いました。マッチングなんて基本聞く待つの繰り返しじゃないですか。あ、はいはい、だからあんまり細すぎるとダイレクトからが逆に出すぎてノイズになるんですよ。入力が、入力ノイズが出やすいです。例えば適度に伸びるとかが味に対して美味しい話、それがコントロールできる人はまあいいなとかって思えるでしょうけど、竿も選ぶし、より、まあ、尖りまくってるのは間違いないです。でもそのワンチャンではワンチャンは取れない、うん、そう、まあ、僕はもう今エステルは04がほぼほぼメインで、まあ、0.3 グラとかとかも投げるし、0.2、0.3を下回った時点で伸びが半端じゃないんですよ。めっちゃ伸びるんですよ。で0.5なんてもうもはやもうパッツンパッツンですよ。もう PE じゃねえかっていうぐらい感度はありますよ。全然伸びないから。へえ。アジの40って釣ることは難しくないけど、探すことに難しさがある。よくまだ船でもなかなかこう難しいんでしょうね。それをアジングでやるとなるとまたなおさら難しい、だけどこれがまた不思議なもんでね、餌にしたら水深40メートルラインとかに行ってね、石でやったりすると楽勝で釣れるんですよ。腹立つんですよ。だけどじゃあそこにルアーが入ってやって食うかって言われたら、これまたケースバイケースで面白いんですよ。餌じゃないと食わない水深ってあるんですよ。だけどある特定の潮が行くとルアーでも食う、それがバチコンなんです。僕は水深30まではジグタン出てきます。30までは、あ、それ維新、維新は無理。それはどうしてですか、30っていう。持ってできるタックルの限界がそこなんですよ。自分がその動かすとか狙った場所に入れれるっていうのの限界が30。もうそれより深いのはもうこの何やってるか全く分かんない。あ、そういうことになるんですね。もう自分単としてはもう成立しないです。この糸のたわみももう分かんないですよ。ハラミも多くなってくるんですね。着底がまず分かんないですよ。多分大概の人が分かんないです。もうほんのわずか一瞬ラインがこう止まるんですよ。ピッと止まるんですよ。それ着底なんですけど、それ以降は潮だに持ってかれてずっと入ってで、ラインが着底してるのか分からない、ラインだけこうベーってなってボトムズリ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 みたいな状態になってるんです。20メートルとか30メートルとかその環境がないですよね、まず。そこに20か、ねえ、テレビでやってましたね。あそこに、はい、あの先が20メートルぐらい。気持ちいいっすよ、あれかけたら相当気持ちいいっすね。そうなんですね。コントがなんか来ないっすか。え、コンって来ないって言うと重みとも言われます。なんかこうなってるものがなんかちょっとあった、実際全部当たりです。それすごい。それってちょっと風吹いたり、わかんないですよ、わかんないですよ。だから僕も多分バイトの3割ぐらいしかかけれてないと思う。私は釣り自体をこの YouTube を始めるので始めたので、わかります、わかります。全く全然何にも知らないんですね、ちょっと投げ方解説しましょう。ああ、いいですね。そうなんですね。投げ方解説しましょう。はい、僕が推奨するタックルで、はい、投げ方をゼロベースからやりましょう。はい、お願いします。それができるようになったら枝葉がつきやすいんで、そっからね、買っていただいた6、8の使いこなし術みたいな、おー、来たーまで持っていけれたら最高です。いいけど、多分釣ることに夢中になる。大概そこまでいかないんですけど、でも最初のそのいわゆるシマノの SUL、UL プラスの投げ方っていうのはちょっと一回マスターした方がいい。あ、はい、お願いします。男性がね、やっぱどう
してもシマノの場合高い素材なんで、うん、投げ方がきっちりしてないと竿も曲がんないですよ。ボヨヨンキャストになるよいしょみたいな感じだ。ああそうだね。女性は絶対なるんですよ、はい、うん、だからそれをならない、こう同じ入力でもこういう風な関節の使い方すれば竿を曲がるとかっていうのをちょっと体感してもらいたい。そういうのがあるんですね、うん、へえ。僕自身ツイッターがツイッターで上げてた竿の曲がり方、曲がり方尋常じゃないと思う、はいはい、みんなやっぱ曲がんないっていうんですよ、そこまで。でも力の使い方だけなんで。あ、そうなんですか。竿が曲がるためのきっかけを作らない。3年ぐらい前かな、初めての女性と一緒に、あの、おかっぱりで投げ方をまずやりましょうって言って、うんうん、で、まあ、まあ、あれは竿の曲げ方じゃなくて投げ方投げ方の基礎中の基礎を言っただけで、そんな深いところまで言ってないです。竿の曲げるきっかけっていうのは、その1個の所作だけ変わるんです。へー。これはどっちかというと遠心力をきっかけとした投げ方なんですけど、うん、それは正直そこから先伸びていきにくいんですよ、うん、あれ連続性があるキャストの中の一つのサークルキャストっていうんですけど、うん、こう回収したやつを回収したまま次にやつなんで、それは多分ね、やりやすいんですけど、うん、それじゃなくて、やっぱりこう、きっかけ、もう自分の体の使い方のきっかけさえつかめれば、あとは2回の人間もなりますわ。シングルハンドキャスト、キャストというものが何ぞやということが分かってなかったら、あれほどかっこ悪いキャストがないんですよ。やばい、もうめっちゃ映ってるけど、めっちゃ映ってる。シングルハンドキャストの場合は肩の位置を変えずに軸をうまく使わないといけない。うまく使うのが左手の役割なんです。だから基本的にこうかぶっていった時にこう構えないと、こう弓を引くような感じで持ってって、ここから出てる竿が今度こっちに入ったらかっこ悪いんですよ。こうなるから。さっきの言うようになる。こっからこういう風にってビシッとちょっとスリークォーター気味に出さないじゃないとかっこ悪いです。じゃあこれを自然に落とせれるように。なるほど。いいですか皆さん、スタイリッシュに行きましょう。高く行かないとね。高く行かないとNG です。この人が片手ダメって言って、ダメ、絶対ダメ。片手、まあそのグリップエンドがないものはもうしょうがないですけど、あ、まあそれでも僕どっちかというと添えてつけますね。ないにしてももう基本押す役割と下で弾く役割がこうマッチして、ああそういうことか。サーンっていう風にこう、こっちで切る、引くんだね。切るパーンって。ここをもうさ、グリップエンドをもうスライスする切るぐらいの感じで弾いてやると竿はまだ深くグッと曲がるんです。で、そのリリースポイントもあって、あ、そうなんですね。できるかな。スイング速度はそんなに速くないけど竿を曲げれる。だから8割、7割、8割の力で安定的に20メートル、30メートル投稿が、うん、疲れないし、効率はいいし、要はアキュラシーが高まるから。あー、なるほど。精度として、その分析精度としても非常に有益なものが集まりやすいな。コントロールも定まりやすくなるってことですね。そうめっちゃ映ってますからね、これ何が何でもうわーみたいな感じはダメダメダメモーターの行かないかXR をなんか私は初心者だから BB とか SS なのかなって思ってたんですけど、
XR を勧めてくださった理由っていうのは何なんですか？アジングとして伸びる要素が XR にはめっちゃ詰まってるんですよ。ちょうど弾性率もすごく美味しいところ、アジングとしてめっちゃ美味しいところがいっぱいあるんですよ。あ、そうなんですか。釣れる竿を作りやすいんですよ、XR は。へぇ、で、X 調になってくると張りが強くなるから設計がめっちゃ難しくなってきて、ちょっとやっぱりピーキーになりがちなんですよね。だから使い手をやっぱどうしても選んでしまう。あ、そうなんですか。かといってじゃあ SS にしてしまうと今度弾性率が下がるから、あの釣れる竿ではあるんですけど、なんかこうそれありきで考えてほしくない部分もあって、ステップアップの位置づけにしてるんですよね、SS って。XR を使ってほしい。ああ、そうなんですね。だけど、まあ、当然お金の事情もあるし、いきなり過剰な投資をするのもいかがかなという部分もあるから、一応段階は入門として BB 初心者として SS。 あ、そうなんですね。で、初級者、中級者クラスで、上級者も、まあ、ある程度納得が得られやすいっていうのが XR。 あ、そうですか。やり込めばやり込むほど、はい、XR の良さっていうのは上級者ほど感じる。あ、そう、こんなに男性いらないなとか、エクスチューンを持ってやってるとエクサルの良さっていうのがよくわかる。あ、そうですか。だけど技術の最高峰としてやらなきゃいけないことはあるので、そこだけはちょっと尖ったものすごいですけど、まあ言うてもまだその尖り加減って言ったらまだ全然足りない。やっぱ広く使ってほしい上級者向けっていうのが、それだけできないことがないぐらいなんで。ああ、そうですよね、そうですよね。そういうものをそういうことで、やっぱなオーダーメイドの世界ですね、どっちかっていうとそれって。逆に初心者とかはなんかあんなにいっぱい種類があると迷いますよね。企業の意見ではなくて、個人的な意見としてやっぱ XR と SS の動向はちょっとまあ気にしてほしい、その中から選んでほしいなっていうのはあります。あ、そうなんですね。釣れるのど真ん中を狙うんで。ああ、そうなんですか。これは必要な条件をほぼほぼ満たすよねっていうものづくりをするんです。でそっから先こう尖っていこうと思うと、自重とかバランスとか、ガイドセッティングだとか、ソリッド調だとか、グリップエンドの長さだとかっていうのが、こうどんどん尖っていく方向になるんですけど、だけど、まあ、初心者が迷うっていう場合には、どの機種においても必ず存在するレングスを選ぶ。そこはトレンドであり、釣れるのど真ん中を象徴している長さなんです。へー、これ参考になりますね。そこを狙ってもらったらいいと思う。そこが自分がに合うかどうかはまた別問題なんですけど、ただ設計思想としては標準値っていうか、標準値ってこういう感覚を得られるかなっていうきっかけにはなります。それをベースにその成長の起点を自分で決めたらいい。でやり込んでいくうちに、だから自分にはちょっとこれ短いんじゃないのとか、長いんじゃないのとかってやっぱ出てくるんですよ。そこがその SD としてこういろんなのがあるわけですね。なるほど、わかりやすかった今のね。だってね、プロモーションの中でここまで話すこともなかなかないんで、まあ僕としてもありがたい質問ですけど、ね。僕は魚を探す。魚を探すからスタートしてほしいんですよ。で、その探すに適したものっていうのは何かって言ったら、一つはやっぱりどうしても感度なんですよね。
感度を満たすっていうのは、しまのの調子でいうところの UL が、UL、うん、投げやすさも感度も兼ね備えたのが UL なんです。で、SUL プラスとか SUL になると、今度釣る方向にものすごく軸を振るんですよね。もう釣れるが分かってるから、ここで釣り切るために何が必要っていう。へぇー、あ、もう目的が変わっちゃいますね。そうそうそう、だから UL を選んでおけば、大体いろんな日本全国どこ行っても適用できるし、探すこともできるし、でいることが分かったら SUL に持ち替えて釣り切るっていうことをするんですね。へー、うん、あ、そうやってやってるんですね。UL にはできないことっていうのはやっぱあるんですよ。やっぱ針がありすぎて、うまいこと、こうないと自分がやってることがマッチングしない部分っていうのは絶対出てくるので、それを見直すのが SUL。へぇー、 SUL は釣り切るために存在してる調子。大体新しいのがこういうのが出ました。いいっすよ、いいっすよ。別に悪くはないですよ、うん、悪くはないけど、釣りの本質を考えた時になぜこの調子があるのかっていうのは、うん、ちゃんとした理由があるんですよ、うん、もしもう完全に三輪さん仕様のロットを作りますって言ったら、うんうん、どんなものがいいんですか？僕はチューブラーです。チューブラー、うん、硬め、先は硬めでパッと柔らかめのものを。それはなぜですか？抜け感度の究極だから。あ、そうなんですね。抜け感度といってもソリッドを入れた抜けっていうのは、うん、やっぱ取れるものに限界がやっぱ、うん、あるんですよ。ラインをうまく使うためにはやっぱある程度穂先っていうのは張りはあった方がいいんです、うん、抜けをこだわるんだったらソリッド調を短くするかチブラ突っ込むかっていうところ で僕がどっちかっていうとディープフェチなんで、うん、深場でブラインドのアジングをする方が好きなんで、わずかな変化をこうピシッて合わせるのに妙な快感を脳内ホルモンがピュッピュッ出るやつなんで、そういうのはそういう竿じゃないとできないです。あ、そうなんですか。ソリッドが邪魔する場合はどうしてもあるんですよ。でも感度だけの話じゃないのかな。チューブラーチューブラーを欲しがる理由としては糸を上手に使いたいですよ。あ、うん、ソリッドもねこだわり出すとやっぱ結構カオスな世界で、ここによって考え方がやっぱり違う。上手い人でもやっぱ共通項はあるとしても、最終的に爪の爪の部分で所作が変わったりはするんですよ。ちょっと一緒って安いやつ。いや、これは久々のヒットさん。福島のらしさ全然ない。ない、ない。そう言われてみればないです。うん、シルエットめっちゃ綺麗ですよ。本当に。履いてないみたいな。オンでもオフでもいけるから。ああ。超お気に入りですね。で、こう、シマノの配色とか、基本アースカラー系が多いんで、おいさんの血色に合わないんですよね。老けますよね。ちょっとあえてドレープ感出すような着方とか、いろいろ着崩し方はあるんですよ。だからそういうところに興味が僕はあるから、うーん、僕のそのフォトセンに引っかかったのがこれなの。カタログっていうかホームページとか見たらめっちゃダッセーレングスの着方してるのね。ここをこうグッと上げて、この時に合わせる足元が悪すぎる。これにするんだったらそのシルエットの靴あかんやろ。そしたらこれをあえてこう腰履きするんですよ。そうするとこうちょっと余裕がドヨーンとした感じが出て、ちょっとラフさが
出るんですよね。シルエット自身は綺麗なんだけど、ラフさが出るから、うん、T シャツとかも逆に合わせやすくなるし、着こ、ね、としても上品さが残るから、すげえ好きなんですよ。あ、それでなんですね。そう。で、そもそもの機能が充実してる。機能はいいですね。めちゃくちゃいいから、あり中のありだな。あり中のあり。だから靴下もそうなんですよ。これね、足ガビガビになる、和紙なんですよ。和紙の繊維なんですよ。だから、吸収率すごい高い。へたったりしません？洗濯とかで。これがもう10回ぐらい洗濯した状態ですよ。全然いけますね。うん、これ履いてね、僕、数年ぶりに自分の足がサラサラしてる状態。やめてください。満喫してます。かぶり物？かぶり物は好きです。マジですか？ああ、何でもかぶりますね。かぶって、次に使いたい。じゃあ、しましょう。なに？誕生日おめでとうございます。マジですか？ありがとうございます。かぶり物です。マジですか？そんなものではないですけど、これをかぶってやってもらいたい。でも今日雨降ってるからな、わかんないけど。これはもはや。ね、いろいろ歌で喋ったんですよ。もしかしたらこの星、ダメなんじゃないかって。そう、村田さんしかかぶれないんじゃない。島の間かでは。なんかレジェンドになっていくと帽子かぶらない説ありますね。そうですか、かぶせちゃった。じゃあそのうちそれを脱ぐ日を楽しみにしてます。一体ってことですね。違う、バウンドリーグローブを組み合わせ。やだー、帽子を海に。やだー、ゴミ出すなよ。お、これ何ですよ。